長崎屋元ゲモンとは、江戸時代、江戸日本橋に存在した、薬種問屋長崎屋の店主が代々襲名した、名前である。現存する、スーパーマーケットチェーンの、長崎屋は、無関係で、こちらは、岩田光八によって起こされた。この商家は、日本橋本国町三丁目の角地に店を構えていた。江戸幕府御用達の薬種問屋であった。幕府はこの商家を、 当人人座に指定し、江戸での当人人販売を独占させた。また、明和年間から和製流のを売り払い取り次書の業務も行うようになった。この商家は、オランダ商館長が定期的に江戸へ散布する際の常宿となっていた。カピタンは、ヤカタイや通事などと共にこの商家へ滞在し、多くの人々が彼らとの面会を求めて来訪した。この商家は、 江戸の出島と呼ばれ、鎖国政策下の日本において、西洋文明との数少ない交流の場の一つとなっていた。身分は町人であるため江戸の町奉行の支配を受けたが、長崎会所からの役料を支給されており、長崎奉行の監督家にもあった。カピタ日光の滞在中にこの商家を訪れた人物には、平賀源内、前野良宅、杉田玄白、中川淳安。 もがみ内高橋景康などがいる。学者や文化人が知識と交流を求めて、訪れるだけにとどまらず、多くの庶民が、矢地馬となって、オランダ人を一目見ようとこの商家に群がることもあり、その様子を客色して描いた、葛飾北斎の絵が残されている。幕府は滞在中のオランダ召喚員たちに対し、外部の人間との面会を原則として禁じていたが、 これはあくまでも建前であり、時期によっては大勢の訪問客と会うことができた。召喚員たちはあまりの来訪者の多さに悩まされもしたが、行動が大きく制限されていた彼らにとって、この召家は外部の人間と接触できる貴重な場の一つであった。召喚の一員としてこの召家に滞在し、積極的に日本の知識を吸収していった人物には、エンゲルベルト・ケンペル、 カールズンベルク、フィリップ・フランツ・フォンシーボルトらがいる。カピタンのエド散布は年1回行われるのが通例であったが、完成2年以降は4から5年に1回となり、散布のない年にはカピタンの代わりに通事が出布した。この商家はカピタン散布と通事出布の際の乗宿として使われていたが、それ以外には全く宿泊客を受け入れていなかった。 旅宿として使われた建物には一部に西洋風の内装、調度品が取り入れられていた。1946年に運輸省が発行した日本ホテル略紙はこの昇華についての記述から始まっている。安政五年10月、万象売り裁き所を命ぜられ、長崎からの輸入乱所の販売を行う。また、町年寄りの樽や東西門の記録によれば、同年寄り、 西洋中の入札払いもしていた。長崎屋と長崎出身の江原玄玄門が徳川家康の時代に江戸へ移り、初代長崎屋玄玄門となった。初代の頃から幕府御用達の薬師問屋であったが、教皇20年3月6日には幕府がこの商家に当人神座を置き、幕末まで江戸での当人神専売を行った。 カピタン一行の乗宿となったのは17世紀前半、初代が成居した後のことである。以後、嘉永3年まで乗宿として使われていた。江戸時代、日本橋一帯は、幾度も大化に見舞われた。長崎屋もたびたび消失し、カピタン一行が被災することも一度ならずあったが、消失の都度オランダ商館からの援助を受け再建している。蔓延2年。 日本橋のべ重なる類称により転託を申し出、第11代、長崎屋元衛門は、本国町から鉄砲す船松町に転出し、江戸長崎会所として、万象売り裁き所や西洋銃の入札払いなどを行った。しかし1868年、この一帯が外国人居留地に指定されたため、南飯田町に移ることになる。1869年新政府から、 長崎海書にある鉄砲や洋書などすべてのものを、鉄砲すご役所海士御用係に引き渡すよう、命じられた。さらに、はとばと運上書を作ることから、再び転出を余儀なくされた。その後の玄右衛門は、京都のオランダ宿江ビア村上氏が、京都府の県省族に就いたのとは違い感触に就く、ことはなく、本所小梅町の裏長屋に住み、1875年8月5日5人の、 子供を残し没し,した。現在、長崎屋の跡地にはビルが建っており移行はないが、中央区から区民史跡として登録されており、新日本橋駅4番出口の脇に文化財としての説明が書かれたプレートが掲げられている。お大寺は浅草西岸寺内立中町安院にあったが、関東大震災後の震災復興、再開発事業により、 当時開設されたばかりの玉墓地近くの玉、村上染屋に移転した。長崎屋の墓所は、玉霊園内の四区七川に設けられ、正面には、富沢家先祖代々の墓と刻まれている。これは、元は、江原家先祖代々の墓とあったものを、家徳を相続した江原田三郎が、兵役のガの際に、富沢家の名石を継ぎ、掘り直したのである。そのため、 現在墓所内には、長崎屋を示すものは残っておらず、唯一江戸時代の石仏家が、破壊し横に鎮座しているだけである。ありがとうございます。